若者に売りたい。カローラブランドの再構築を担う、トヨタカローラスポーツ購入ガイド、パート2。駐車は楽繰り返し。小回り性能は、クラストップレベル。新型カローラスポーツのサスペンション形式は、プリウスなどと同じ。フロントは、マクファーソンストラット式、リアはダブルウィッシュボーン式と共通。しかし、細部は異なり、新型カローラスポーツ用に開発されている。新型カローラスポーツ用のに新開発したダンパーは、オイルや構成部品などの組み合わせ約600パターンに及ぶ走行試験を行い、上質な乗り、心地と操舵応答性を両立した。また、最上級グレード2オプションとなるダンパーの減衰力が可変式となるリニアソレノイド式アブゾーをトヨタブランド FF 車として国内初採用となる。このアブズ装着車は E コー、カムファート、ノーマル、スポート S、スポートSOと呼ばれるモードが設定された。最小回転半径はゴルフよりも小さく取り回ししやすい。新型カローラスポーツは3ナンバーサイズだが、狭い道が多い日本でも優れた使い勝手の良さを誇る。駐車時などに使い勝手の評価指標になる最小回転半径はなんと 5.1m。Cセグメントのハッチバックの中でトップクラスの数値となった。これは VW ゴルフよりも小さい数値だ。扱いやすい車に仕上がった。夜間の歩行者と昼間の自転車を検知可能に。実車界でより高い安全性能を持った自動ブレーキ。新型カローラスポーツの安全装備は大幅に進化した。第2世代型の予防安全パッケージ、トヨタセーフティセンスが全車に標準装備された。この第2世代トヨタセーフティセンスの自動ブレーキは夜間の歩行者検知や昼間の自転車検知も可能になっている。歩行者との衝突事故は夜間に多い。それだけに夜間の歩行者を検知機能は重要。より実際の事故状況にマッチした安全装備と言える。エアバッグ類も標準装備化。また、トヨタ車のコンパクトカーとしては珍しくサイドアンドカーテンエアバッグやニーエアバッグも全車に標準装備化。どのグレードを選んでも一定以上の安全性能を誇るので安心だ。オプション設定となる安全装備も。ただ、相変わらずトヨタの安全装備の設定は詰めが甘い。後方や後側方から接近する車両を検知し、警報、もしくはブレーキ制御で衝突を回避するブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックオートブレーキなどはオプション設定なのだ。日々使うような安全装備で、運転が苦手な人や、視界が狭くなっているお年寄りには、非常に頼りになる機能。もはや、似た装備を、コンパクトカーのマツダデミオは、標準装備化している時代だ。こうした装備は、
もう安価に設定できるようになってきているので、早急な標準装備化が求められる。自動車は扱いを間違えると人を殺める。そうしたリスクを軽減できる技術が安価に提供できるようになったのであれば、自動車メーカーは積極的に標準装備を進めるべきだ。自動車メーカーはより安全な車を社会に送り出す責任がある。話題のコネクティッドサービスは3年間無料。新型カローラスポーツは若年層に売りたいということもあり、話題のコネクティッドサービスに積極的だ。このコネクティッドサービスは、車載通信機 DCM を全車に標準搭載し、スコネクトサービスを3年間無料で提供する。4年目からは有料となる。コネクティッドサービスには、車両データをディーラーと共有。故障時や点検時などスムースな入庫が可能となる。安心できるサービスが、ヘルプネット。もしもの事故が発生した時など、専門オペレーターによる通報や救急車の手配などが可能。頼りになるサービスだ。おすすめは 1.8L ハイブリッド車。新型トヨタカローラスポーツの選び方は、まずパワーユニットの選択から。おすすめは、やはり 1.8L ハイブリッド車だ。トヨタ車は、比較的ハイブリッド車の価格設定を高めに設定する傾向がある。高額にしても売れるからだ。だが、新型カローラスポーツの 1.2L ターボとハイブリッド車との価格差は27万円円と、他のモデルと比べると差が小さいのだ。こうした設定は若年層に買いやすさを与えるためだろう。エコカー減税でさらにお得に。これくらいの価格差だと、エコカー減税などの減税メリットが加わると、車両価格差はかなり少なる。また、燃費差も大きいので、燃料費差も加われば、価格差はさらに縮まる。さらに、ハイブリッド車は、当然リセールバリューが高くなる傾向にある。こうなると、元を取るのも容易になっている。こうなると、購入時の価格と 4WD という面以外では、1.2L ターボを選ぶ理由が見当たらない。おすすめグレードは GZ。新型カローラスポーツは3グレード設定。GX はやや装備が貧弱なので、GZ と G という選択になる。大きな装備差は、オプティトロンメーターや18インチホイール、B-ビーム LED ヘッドランプ類などで、価格差は16万円程度だ。価格差もそれほど大きくないので、満足度を考えると積極的に GZ を選ぶといいだろう。オプションでは、5
5段階のドライブモードのアブズが GZ にのみ設定されていて、おすすめオプションとなる。新型トヨタカローラスポーツ価格、燃費、スペックなど。カローラスポーツヒブリッド GZ のスペック。ボディサイズ全長 4375×全幅 1790×全高 1460。ホイールベース2640。車両重量1400。JC08 モード燃費300ル。トヨタカローラスポーツ価格。カローラスポーツヒブリッド G25227200円。カローラスポーツヒブリッド GZ26689200円。カローラスポーツヒブリッド GX241万9200円。カローラスポーツ GZ241万9200円。カローラスポーツ G225万7200円。カローラスポーツ GX213万8400円。4WD。カローラスポーツ GZ261万3600円。カローラスポーツ G245万1600円。カローラスポーツ GX233万2800円。